こんばんは、あいかです。今日は帰省するときに持って帰るコスメをご紹介したいと思います。とですね、ちょっとこの動画がアップされている頃には多分私は帰省中だと思うんですけれども、1週間程度ですね、ちょっと地元に帰ってくる予定なので、その時に持って帰るコスメをご紹介したいと思います。でね、数が結構あるのでもうダダッとご紹介したいんですけれども、まずベースですね。もうファンデーションめんどくさいのでこれ1本で済ませます。ラロッシュポゼの BB ですね。 SPF50PA3+ になっているので、もう下地兼ファンデーションとしてこちら1本だけ持っていこうと思います。帰省先ではね、特にお買い物に出たりとかもすることはないと思うので、もう地元で過ごすだけなので、はい、もう全体的に割とカジュアルなものだけ持っていくつもりです。次、コンシーラーですね。コンシーラーはいつも使っているこの資生堂の医療用コンシーラーと、あと目元の細かくし用にこちらのケサランパサラのものを持っていきます。あとですね、鼻周りの毛穴カバーとしてモニターさせていただいているこちらのアイテムを持っていこうと思います。スタインズアクトレスメイクアップピンクプライマーです。これはね、まだ全然レポできていないので、またご紹介したいと思うんですけれども、クラランスの毛穴用の下地みたいな、ちょっとムースっぽい、なんだろう、ちょっとポリマーっぽいっていうんですかね、触るとなんか独特の感触なので、あ、これかってなると思うんですけど、そういうタイプの毛穴用の下地になります。まあ使用感今チェック中なので持っていこうと思います。で、アイシャドウベースですね。はい、もうこちら使い切りたいのでゲランのものを持っていきます。次、アイブロウですね。こちらのビセリシェのものを持っていきます。お色は BR の2番。あとアイブロウはもう一つこちらですね、ディオールのブロースタイラーです。はい、そしてノーズシャドウはですね、こちら最近購入したマックのスモールアイシャドウのオメガを持っていきます。はい、次、お粉ですね。テカリやすい部分にはこちらのシューのパウダーを持っていきます。ハイライトはマックのミネラライズスキンフィニッシュライトスカペード、こちらを持っていきます。で、あと忘れてました、ファンデーションもう一個ですね、あざの部分に重ねるいつものパウダーです。こちらのカバーマークのものを持っていきます。それからチークですね。チーク一つ目はこちらです。ディオールのブラッシュの746番です。こちらがちょっと黄色みの強いお色なので、青み系としてはこちらを持っていきます。マックのイリデサントパウダーのジャスティンスカイです。こちらのね、2つは今季購入してかなりお気に入りなので、はい、忘れずに持っていきたいと思います。次、アイシャドウですね。もうパレットで今回は持っていきます。はい、1つ目はこちらですね、ディオールのサンククルール767番です。ディオールのサンクはこの5色でかなりいろんな組み合わせを作ることができるので、旅行とかに持っていくとね、旅先でアイメイクが単純化しないので重宝します。で、もう一つですね、自作のパレットです。こちらアディクションですね。これはシングルアイシャドウを組み合わせたものになるんですけれども、はい、ハイライトカラー、マットカラー2色にちょっとね、キラキラ系3色をセットしています。これもね、ブラウン系からパープル系、コーラル系とね、かなり幅広い、ね、メイクに対応できるように作っているので、1週間ぐらいだったらね、これ1個でも全然いけるんですけれども、まあね、こちらちょっと使いたいので、はい、この2つですね、今回は持っていきます。そう、アイブロウマニキュアですね。これも忘れたらダメです。これケイトのもの持っていきます。はい、次、リップ系ですね。まずディオールのこちらのリップスクラブと、トリートメントとグロス兼ねてこちら持っていきます。フローフシのリップトリートメントのプラス1度とプラス3度です。主にプラス1度はね、日中とか夜のリップトリートメントとして使って、プラス3度の方はね、口紅代わりにも使おうと思います。それから口紅はこちらの2本持っていきます。どちらもマックのリップスティックです。はい、こちらご紹介したばかりの日本です。で、もう1本はフルメイク動画でご紹介したことがあるんですが、こちらです。アップジアンプパープル系のお色です。それからアイライナーも一応持っていきます。こちらのフィジシャンズフォーミュラのブラックのものになります。で、マスカラですね。マスカラはこちらのケイトのラッシュマキシマイザーを下地として持っていって、メインはですね、こちらのビセのものを使いたいと思います。はい、そして最後、ツールですね。まずビューラーはいつものこちらの資生堂のものを持っていきます。それからブラシは、ファンデーションブラシはこちらのちぎらさん監修のブラシ。チークブラシはですね、こちらちょっといつも持っているポーチに入りきらないので、軸の短いこちらのエトボスの、これ本来はファンデーション用のブラシなんですが、こんなね、丸筆ですね、これ横の時のチークブラシとして使っているので、こちらを持っていきます。で、シェーディングはこちらの RMK の斜めカットのチークブラシ。そしてノーズシャドウはですね、最近使っているこちらのピカソブラシの224番持っていきます。それからアイブロウブラシはですね、はい、白鳳堂のこちらの斜めカットのもの、まつげを溶かすコームとしてはこちらの扇形のブラシを持っていきます。で、アイシャドウブラシとして持っていくのはこちらの5本です。こちらからですね、ヤギ毛の平筆、それからこちらがヤギ毛のブレンディングブラシ、下まぶたに入れる玉毛の
ブラシ、際のところの締め色を入れるの幅の広いブラシ、先日購入したこちらのラメ用のですね、ヤギ毛と河川の根毛のブラシを持っていきます。ブラシがやっぱりね、絞っても結構な本数になるんですけれども、ちなみに履く方法のブラシは軸の長さがで2パターン展開があるものが多くて、もっと長いやつもあるんですけど、私は旅行の時にも基本その普段使っているものを持っていきたいので、この短い方で揃えています。なのでこの長さだったら普通にポーチに入ります。なのでね、こちらのティッシュのとかだとこれ長いのでポーチに入らなくなるんですけれども、今までねノーズシャドウもアイシャドウブラシで入れてたので問題なかったんですが、今回ねこちらのこのブレンディングブラシですね、これねピカソブラシだけがちょっと軸が長いので入れる場所をねちょっと考えようと思います。はい、こんな感じですね。これポーチに入れていきたいと思います。こんな感じで詰めることができました。旅行用のね化粧ポーチ、そろそろ新しいのも欲しいんですけれども、このね大昔に何だろう、ムック本っていうんですかね、付録がメインの雑誌みたいなやつ、あれで買ったこのキャスキットソンのがですね、中にすごい何でしょう、このブラシホルダーとか仕切りがすっごいあるので便利で、でかなり汚れちゃったんですけど、洗濯をしながらですねもう何年も何年も使っているんですよ。でサイズ的にもね、大きすぎずちっちゃすぎずでちょうどよくって、でなんかこういろいろポーチもらったりとかするんですけど、中に仕切りがないものとかが多いので、結局ねなんかスキンケア入れとかに使って、旅行に行く時のコスメ入れはねやっぱりこのポーチになってしまいます。でね、ここに本当はここミラーも収納できるようになっているので、ここにミラーを差し込んでこんな感じで持っていけるというか、トランクに入れれるというものになっています、ね、これもいいのがあれば新しいのに変えたいと思います。というわけでね、今回は帰省に持って帰るコスメのご紹介でした。皆さんの、ね、旅行に欠かせないアイテムなんかあればぜひ、ね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。